カタラットは主にシチリア島で栽培される白のイタリアンワイン用のブドウでシチリア島で最も広く栽培されているブドウである。近年の過剰生産により、このブドウはヨーロッパのワイン古問題に大きく影響を与えた。カタラットはレモンの風味を持つフルボディーワインを作ることができる。エトナの DOC ではブドウはしばしばミネラビアンカとカッディカンテとブレンドされる。 カタラットは異なる熟度、すなわち、ブドウ果実上の発生する白っぽい粉状のブルームの量の違いによって特徴付けられる異なる表現型が存在する。このブルームがほとんどないと、ブドウはより光沢のある印象を与える。カタラットビアンココムーネは花開きが多いという特徴があるが、カタラットビアンコ、ルーシドは花の量が限られており、より光沢がある。 両者の違いは1883年のパレルモのアンペログラフ委員会によって最初に記述され、その名前が付けられた。それらはイタリアでも2種類のブドウ品種として登録されているが DNA 型鑑定ではそれらが同一品種であることを示している。したがって2つの表現型は同じ元の苗から栄養増殖して増やしたブドウの系統間変動を 示すブドウのマスセレクションに起因する。3番目の品種、または表現型であるカタラットビアンコエクストラルーシドは、ブルームが完全になく、1971年にカタラットビアンコ、ルーシドのブドウの中からビーポステンによって選択された。これはまた、その起源によって仮定されたように、他の2つと遺伝的に同一であることが示された。2008年に、 DNA 型鑑定を用いて発表されたイタリアの研究では一方ではカタラットがガルガーネガと遺伝的に近い関係にあることまた一方ではカタラットと他のいくつかのブドウ品種との間にも緊密な遺伝的関係を示したガルガーネガは両親品種が特定されていないためガルガーネガはカタラットの親品種の一つである可能性があるが関係の正確な性質は 確定的に確立できていない。カタラットはいかに示す別名でも呼ばれている。キャストアラロ、カタラットバートラロ、カタラットビアンココムーネ、カタラットビアンコエクストラルシード、カタラットビアンコラティーノ、カタラットビアンコルシード、カタラットビアンコラストロ、カタラットビアンコノストレール、カタラットカルテッター、カタラットバートレール、カタラットバートラロ、カタラットビアンコラティーノ、 カターラットビアンコのストレイル、カターラットカルテッター、カターラットコミューン、カターラートルシード。ありがとうございます。